さあ始めていきましょう。信長の野望波動ということで、今回は筆くじ上杉謙信の使い方と、そもそもこの筆くじ引くべきかというところについてご紹介していこうと思います。イエーイ。はい、というわけでね、シーズン7先行サーバーの方であれば、7月1日の14時から7月7日終日まででね、この筆くじ上杉謙信出てまいりました。まあ、シーズン7に入ってね、一定の期間が経つとね、解放されるイベントとなっております。まあ、まずね、この使い方というところでね、武将のご紹介からもう一回おさらいしていきましょうか。天賦9役の上杉謙信ということで、戦力はね、5438、シーズン1の上杉謙信と変わらないところでございます。で、統率と武勇がね、900と890ということで、まあ、パラメータのカンストがね、現在900でございますので、もうカンストもしくはカンストに近い、武将となっております。統率が特にね、舞台の攻撃防御に関わるところでございますので、まあ、間違いなく対象候補、そして筆頭になるのかなと思っております。兵科適性は、牙と弓が S ということで、まあ、もっぱら牙と弓の対処で使うのが使い方としてはいいんじゃないかなと思いますね。まあ、後ほど技能もご紹介しますがね、馬と牙で使うのがいいのかなと思います。で、戦法としましては車係、自身と一望将を含む味方3部隊の攻撃を 40%、攻撃速度を 20% 上昇、敵3部隊に武勇 300% 攻撃、ここだけでもめちゃくちゃ強いですね。はい。に加えてですね、兵装の陛下で発動した場合、3部隊に同集中付与なんですよね。はい。まあ、兵装の陛下はね、だいぶシーズンが経った時に解放されるところ、1ヶ月弱かなで解放されるところかなと思うんですが、まあ、ここはあまり気にしなくていいかなと思いますね。はい。活用価格が30秒で敵3部隊に同集中付与。もう間違いなく毛利元就の上位互換として出てきております。毛利元就はね、発動価格35秒で敵3部隊に、同集中で付与というところですね。まあ、毛利元就はね、審査の技能を持ってたりとか、あとはね、気楽の技能でね、こう戦法を早めてあげることによってね、環境最強の武将と、ずっと君臨してたとこなんですが、この上杉謙信はね、デフォルトで発動間隔が30秒、同集中3部隊に付与するというところ、まあ、気楽とかでね、さらに上げてやったらね、もっと早くなるというところでございますので、まあ、めちゃくちゃ強いかなと思いますね。で、技能がね、またいいんですよね。軽眼。はい、自身が対象の場合、兵科適正 A 以上の人数かける、まあ、2%、3%、4% とね、攻撃防御を上昇させますよというところ。と、留意ですね。交戦開始時に一度だけ自身を含む味方、自領主の5部隊の攻撃を 10% ですね。はい、自分の部隊の5部隊まで攻撃用でプラス 10%、20秒つけますよ。さらに、自身が牙、弓、陛下の対象の場合、すべての陛下に対して相性が良くなるということで、これはシーズン1の上杉謙信さんにね、ありました。ここから見れるかな？見れないか。シーズン1の上杉謙信さんはね、新章という技能を持っておりまして、それが全ての兵科に対してね、相性が良くなるという技能でございました。はい。なので、牙か弓の対処で運用すれば、シーズン1の完全上位互換の上杉謙信というイメージでよろしいかなと思います。はい。いいですね。もう完全にですね。まあ、味方3部隊にね、見切りを付与、負けるところが、シーズン1の剣士も良かったところではあるんですが、まあそれを上回るね、攻撃速度上昇だ、攻撃上昇だをね、こいつは持っておりますので、はい、兵装の陛下がね、発動、解放されてない状態からでもね、普通に上位交換かなと私は思っております。いや、やっぱり発動価格30秒でね、敵3部隊同士調布用、これが強すぎるんですよね。はい。まあただ、筆くじというところはね、ご利用ください。で、カーディの方も一応ね、ご紹介しますと、まあ、4、5、6、7とね、ちょっと前回の動画でご紹介したんでね、詳しくはご紹介しませんが、まあ、星7だったらね、この、駆逐、もしくは活路がいいのかなと思っております。まあ、4、5、6のあたりはね、そんなにつけなくてもいいのかなという気はしております。そして、秘伝もめちゃくちゃ強い。はい、こちらですね。第1義の秘伝。レベル5にすると、先方発動時、100% の確率で攻撃対象部隊プラス1。先方の攻撃力を 70%、 編成した部隊の攻撃をプラス 5% ということで、はい、ぶっ壊れでございます。さらにですね、上杉家でございますので、なんと花の刑事にもこれつけられます。なので私がもし牙で運用するなら、筆くじ謙信と、花の刑事にこの第一義、お金をね、もう湯水のように持ってる場合ですよ、持ってる場合は第一義をね、この二人の対象につけるのかなと思いますね。
いや、やっぱり先方攻撃はプラスで1って、プラス舞台1ってやばいよね。相当エグいからと思いますが、はい。まあ、そんなとこでございます。で、対象候補でございますし、秘伝もかなりおすすめ。はい。お金を使える方であれば、引くべきかだと思います。じゃあ先にね、次の引くべきかというところをご紹介したいんですが、はい。結論ですね、お金をめちゃくちゃ使える方、今回、もう、つぎ込んでいいかなと思います。めちゃくちゃ強いと思います。現環境最強です。はい。まあね、そんなこと言ってもね、何の参考にもならないって方が、多数だと思いますので、まあ、今回ね、無課金プレイヤー5人の方にまず私ね、聞いてまいりました。ログインボーナスで筆くじ10枚もらえます。で、筆くじが普通に商店で250小判、無償小判で買えますので、40例引くとしたら、1万小判ですね。はい。1万小判プラスログインボーナスでね、50例引いて、まあ、50例引きは1回ぐらいはね、このね、リプレイ券もらえますので、プラス1でこの金筆1回引いたところですね。はい。5人引いた方は全員ね、1回は金筆で回しております。結果ですね、5人全員が、有効度500で着地しております。えぐくない?えぐくない?5人だよ。5人全員が有効度500で着地しておるので、聞いた5人の方は、母体も手に入らなかったというところは聞いております。で、私はですね、前回、動画で、もう無理くりね、持ってる駒全部つぎ込んでね、引きました。引いた結果、出なかったんですよね。出なかったんですが、ここでお詫びが1点ございます。私、配信外で、出ました。出ましたじゃねえんだよな。配信者なんだから、動画化しとけと、ね、動画に残しとけと思うんですけど、もうあらかじめね、その5人の方からね、有効度500しか出ませんよ、このガチャと聞いてたんで。いや、もう、じゃあ出ないかと思って、パーンと引いたらね、やらしいですね。はい、有効度1000出ました。いや、これ7月1日のところでね、94ポイント、47回引いたんか、動画内でね、引いて出ませんでした。まあ、翌日に、3枚ね、小判が溜まったんで3枚分引いて、切り筆ポイント、100いけるところまで貯めましたと。で、7月3日にね、何の気なしに1回ペーンって引いたら、当たったというところで、私は見事母体を手に入れることができました。ただ私もね、今回、この筆くじ検証を機にね、無課金プレイヤーと、で行くことで決めておりますので、無課金プレイヤー6人に聞いた結果、1人は一応ね、母体を持つことができたという結果となっております。で、ここからが問題だ。はい。貫突した方に聞いてみました。貫突した方何人かに聞いたんですが、大体ですね、運がいい方で、7万ちょいだったかな ?7 万8000だったかな、まあ、8万近くですわ。8万から多い方で、ね、13、4万使ってるという話を聞きました。貫突までに8万から13、4万。これも聞いた方がね、かなり母数は少ないところではございますが、そんぐらいかかるというところですね。最低8万ぐらいは覚悟しましょうというのが今回この筆くじ貫突させるための条件となっております。えぐくない？えぐすぎやって。で、加えて私ね、今回ね、当時、この筆くじガチャね、引いて、手に入ってなかったので、今回は他の配信者さんの動画も結構見たんですよね。拝見させていただきました。某春川さんとかね、某良知さんとか、某蛍さんとかね、某つける意味ねえなと、いうところですけど、皆様ですね、すべからず、すべからずですね、金筆で100ポイントで引いた有効度が500ばっかだったんですよね。これ1000引いた方って、いや、一回あったからぐらいだったから、その動画内で。ね、ほとんど500しか引いてなかったんですよね。これ闇深すぎませんか?マジでエグいと思うんですよね、はい。なので、今回、貫突、まあ、対象使うんだったら、基本的には貫突前提がいいかなと。だとしたら、8万以上お金が使える方、欲を言うなら、秘伝までね、持っていける方、それぐらいの財力がある方だったら、引いていいのかなという。はい。引くべきかというところですよ、これ、今回。私の感覚で言うと、引くべきかというところ、引くべきだと思います。ただ、お金をかなり持ってる方が引くべきガチャなのかなと。持ってない方は、私も今回ね、母体は手に入れましたが、あんまり運用方法が思いつかないんですよね。無凸で、使いほど甘くはないと。まあね、戦国武装解放とか頑張ってね、貫突までしましたけど、ごめんなさい、声が出ないところですけど、はい。無凸に、で、対象に持ってくってね、相当装備やらなんやらね、つけなきゃいけない。装備もね、課金要素が強いところでございますので、まあ、これでちょっと運用するのはね、難しいかなと。
まあ一応副賞候補でもね、いろいろね、あの編成は考えてみたんですけど、まあ難しいですね。今回で引くべきかというところですと、無課金の方はね、あの無理して手に入れる必要はないかなと思います。4凸とか完凸とかできるよという方は、まあ8枚以上目安にね、引いた方がよろしいのかなと思います。4凸はね、結構ね、4凸でも結構4万5万ぐらいっていう話を聞いたかな。これも2人ぐらいしかね、聞けてないところなんでね。はい、あの、母数はごめんなさい、少ないところではあるんですが、4凸で4万から5万、完凸で8万から13、4万という話でございました。ホタルさんだったから監督されたという方、いらっしゃったと思うんですけど、もう、やばかったですね。あの、ぜひ皆さん、あの、ご覧ください。私の動画じゃないですけどね。はい。あの、私はね、その監督まで今回やる予定がないので、ぜひね、あの、ご覧いただければと思うんですけど、もうめちゃくちゃ苦しそうでね、見てる方もね、いやー、なんて闇深いだなと思いながらね、最後まで拝見したとこだったんですけど、いや、すごいですよ、このガチャ。ね。いや、私、やんなくてよかったと思って今回やんなくてよかったじゃねえんだよな。うん、配信者なんだね、本来はね、引くべきところではあるんですけどね。まあちょっともう今のシステムとかね、ガチャとか見てると引く気にはなんなかったなというところなんですよね。で、一応ね、編成度もね、考えてはみたんです。ただですね、私ね、普段足が伸びるようにしてますんで、騎馬でやっても弓でやってもあんまりピンとこなかったんですよね。まあざっくり今でこれ編成組んだところでご紹介すると、コンセプトは、軽眼さん、気楽さん、そして駆逐さんでございます。これだったらね、回転なしでも組める編成ではございます。軽眼のいいところはね、兵科適正以上の人数 ×4% ね、3にすると攻撃防御は上昇しますよというところ。これはね、課されたいかなというところですね。あと、気楽はもちろんね、舞台の先発速度を上げるというところですので、まあ、最強編成するんだったら欠かせないかなというところ。さらにこの駆逐。はい、兵科相性が有利な舞台に対する余ダメがプラス 15%、 火ダメがマイナス 15% ということで、まあこれもつけられるんだったらつけた方がいいかなというところですね。ただですね、試しで牙で組んでて思ったんですよ。天子さん、多分天子さん対象の人多いですよね。武田信玄さん、多分この気楽とか他のやつ使ってる人多いですよね。となるとちょっとこれ組みにくいんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ、弓の方も一応考えてはみたんですが、まあ、いかんせん私自身がね、牙とか弓で普段運用してない人間なんで、ちょっと説得力に欠けるだと思ってね、今回編成令に関しては、ここで告知でございます。編成令に関しては、明日金曜日ですね、7月、何日でしょうか ?7 月の今日が、4日ですね。なので、7月5日の金曜日の夜11時からね、はい、筆口上杉謙信の騎馬弓の最強編成を考えようという配信をしたいと思っております。はい。皆様のぜひね、お知恵をお貸しくださいということでね、X の方でね、編成で募集しておりますし、YouTube のコミュニティ欄でもね、募集をさせていただいております。ぜひですね、編成で、ご提供いただけましたら幸いでございます。私が考える、筆口上杉謙信の使い方は、騎馬と弓の対処にすることと、あとは、もうありきたりですね。軽眼、気楽、駆逐、このあたりの技能を3にすることはお勧めしております。回転なしであればこうやって組むことができます。馬の場合ね。ただ、天子さんと、武田信玄さん、まあ場合によっては立花さんもそうですね。対応の技能とか持ってますんでね。花の刑事持ってる方はもしかしたら刑事の方に入れてるかなという気がするんですが、なかなかね、いろんなところで使う武将が多いなというイメージがあったので、ちょっと、今回皆様のお知恵をお借りしたいなと思ってね。はい、最後告知でございました。使うべきは馬と弓。で、引くべき対象は、まあ、お金をある程度使える方。もう8万以上使える方かなと。はい、対象で使うならね、貫突前提かなと思いますのでね。そういったところかなと思います。編成令に関してはね、7月5日、23時からぜひライブ配信でお会いしましょうということでね、今回動画を締めさせていただきたいと思います。はい、というわけで、ね、今回ね、筆口上杉謙信の使い方とね、引くべきかというところについてご紹介をさせていただきました。この動画がいいと思いましたらね、ぜひね、高評価、チャンネル登録、コメントいただけますと嬉しいところでございます。ぜひねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ではまたね、次の動画もしくはね明日のライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。